はい、どうもアニマルパテマソでございます。というわけで今回はネタないんでね、ネタないっていうか、今日水草のね、水草絨毯、ヘアグラス抜けまくったね、注水した動画投稿したんですけども、いやね、アニマルパテもそう、最近伸び悩み、あんまりパッとしたこともなく、困った時の生態増やし、でも伸び悩み、みたいなね。しゃあないんですけど、そんな悪はいろいろない。やってる、自分なりにはやってる方だと思うんですよね。それなりにいろいろね、魚買ったりやってる方。だけど、マンネリ化。皆様も、またアニマルパテもそう。こんな感じかと。お茶を濁す動画だな、みたいなね。今回もお茶を濁すような動画なんですけども、何分ね、水草水槽の特にヘアグラスミスト式。あの動画がね、皆さん興味ないっしょ。基本興味ないっしょ。だって、うちの動画の登録者数とかも、大型魚やってからの方が伸びてますから、興味ないっしょ。あんま興味ないと思うんですよ。草とか。もっとこう、ダイナミックなね、こういうアロワナとか、スネークヘッドとかポリプテルス、出る方がいいですよね。そんなこんなでね、今日水草の水槽のあの動画しか上げてないから、いや苦し紛れに、週末ですから今日金曜日の夜、投稿してうだうだ喋ってみようかなみたいなね、なんて思っております。でですね、私このアクア、去年の、そうですね、6月までは、お休みしてました。1年以上、アクア、アニマルチャンネルを。そして6月から再始動して、1年間、もう引き戻せない、もう戻れない沼、大型魚の沼。去年の今頃なんてこんな水槽持ってませんでしたよ。持ってて60センチの水槽、60センチ規格水槽ってやつですか？一般的な60センチ水槽。それだけでした。それも、金魚3匹、4匹ぐらい、デミキンね。それと、放置された熱帯魚ぐらいでした。それが今やもうこんなにね、部屋の一角占拠するようなね、120センチ水槽3本。そして60センチのワイド水槽。はたまたハムスター。いやさ、アマガエル、みたいなね。そんな感じになってきちゃいまして、いよいよね、言ったらもう1年過ぎたと、再始動してから。いやー、目まぐるしい1年間でした。登録者数で言えば、1500人か2000人ぐらいは増えてくれたのかな、なんてね、思ってはおるんですけども。そうですね、確かにね、2000人記念魚、3000人記念魚、4000人記念魚だったから、どこかでね、再開してからやったんで、2000人ぐらい増えました。ありがとうございます、1年間。どうもありがとうございました。で、場面が変わりましたけど、なんか落ちてるな、真ん中に。丸っこい。ということで、これってフィルター、水中ポンプのね、ちょっと外れてますね。これ、後から差しとかないといけませんね。何の話だったか。去年はね、こういうことはやってなかったと、いうことなんですが、いよいよ、240センチ水槽のね、企画もやって、240センチ水槽、そっちの方は詳しくね、企画のやつ、不評な、そんなの見たくもねえと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、240センチ水槽、とりあえず、ポリプテリス5匹も揃えてますけども、グソック、ゾイドのグソックがね、見事売れました。リスナーさんがね、買ってくださいました。ありがとうございます。グソックね、メルカリの方見てもらってもわかるんですけど、ゾイドのグソック。ここのチャンネルの動画で作ったんですけどね。アニマル工作でちょっと見てもらったらわかると思うんですけども、グソックが売れまして、晴れて、2700円くらい俺の手元に入ってくるのかな？資金がね、上乗せになりました。んで、240センチ水槽の企画についての、
私の考え、うん、っていうのがね、まあ、下リンク貼っておきますけども、まあ、あの今日なんか なんていうのコミュニティ的なやつなんかわかりませんけども、そこにも、ね、書いたんですけども、あの私の240センチ水槽購入企画のね、私なりの考えみたいなものはね、あの書いてありますんで、まあ、そちらのブログ読んでもらったらいいと思うんですけども、まあ、ぼちぼちやっていきたいななんて思ってはいるんですけども、まあそれにしても最近は伸び悩んでおります。いやー、皆さんどうやってんだろうね。もう俺も日々いろいろやってはいるものの、うん、まあパッとしねえ、もう自分の中でパッとしてねえのがわかるもんパッとしてねえんすよ。もう一と言うならこの60、あのブラック水槽もね、パッとしてね、もうちょっとなんかこの黄色見なくなってね、クリアにね、やっぱ背景、いやこれ思ったんすよ、この水槽バックスクリーンブラックやめときゃよかったってね、うん、このバックスクリーンブラックによってね、やっぱね、すごく暗く見える、あれやめときゃよかったな。4面ブラックぐらいにね、最初しようかなと思ったんですけど、いやホワイトにしときゃよかったなみたいな、底面ブラックでホワイトにしときゃよかったの。今動かせないんですよ、今更これね、後ろのバックスクリーンも取れねえし、水槽の水ほとんど抜かないと多分難しいと思うんですよ。動かせねえと気軽にいろいろできねえっていう、この120センチ水槽、本当はもう後ろのバックスクリーンを剥がしたいんです。はい、まあでも剥がせないからね、どうしたものかと思っております。まあ黒かろうが白かろうが魚にとってはね、そんな関係ないと思いますよ。バックスクリーンに関してはね、そこは黒の方がいいと思うんですけども、はい、まあ、スクリーンに関してはちょっと白に変えたいなと思ってるんですけど、そう気軽にできないのが大型水槽でございます。はい、まあそしてね、すんね、まあこちらの一番私としては最近、まあ一番っていうか最近お気に入りのね、この水槽なんですけども、ここにこの間釣ったね、お魚入れようと思ったんですけども、釣ったね、孫イカ、ニゴイカちょっと分かりませんでしたけど、結局死んじゃったんでね、飛び出して死んじゃってました。蓋にね、おもししときゃよかったなと思ったんですけどね、死んじゃってまして、飛び出して入れようと思った日にね、ですんで、まあちょっと入れられなかったと。また今度の休みでも時間があればね、釣りに出かけて一匹釣ってこようかななんてね、カエルも大量に取ってこようかななんてはちょっと思っておるんですけども、いやー逃がしといてやればよかったなと思ったね。入れようと思った時に飛び出して死んじゃってた。で、干からびてカピカピになってなかった。まだそんなにね、ぬめっとしてたんですけど、やっぱ古代魚と違ってね、ダメですね、鯉は。短時間で死んじゃいましたね。死んじゃってたんでしょうね、多分ね。短時間、そんな1時間とか経ってるっていう感じではなかったんですけど、はい、残念な結果でございました。でね、登録者数、私もまあもうすぐ4200人ぐらいに行くのかな、私も、どうなんでしょう、4200人、この間4000人行ったなって言ってたんですけど、今の私の登録者数はそうですね、4200人いってますわ。4200人、あれから200人、ちょうど数ヶ月前、あれ俺いつ4000人行ったんでしょうね。そういや、いつ4000人、もう4000人行きましたって書いてた時はもう4000人超えてたんですよ。4000人突破、それ4週間前、まあだから2ヶ月半ぐらい前、まあだから1ヶ月に私は100人、200人ぐらいね、増えるんですよ。増えていただいてます。ありがとうございます。まあ、その調子でいくと5ヶ月で1000人。はい。まあ、そんな感じのペースなんですけども、ちょうどね、その頃に、まだ行くか行かないかでね、まあ、最近長くさせていただいている、朝日のおてこ TV さん。いや、うちも700人ですよ、と。そろそろ700人でございます。いやー、バッテモスさん、紹介してもらってから伸びましたよ、とか言っていただけるんですけどもですね。いや、あの方もう1000人でしたわ。今日見てたら動画。1000人ですよ。私、この間4000人行きま、私は多分4000人先行ったんですよ。よし、俺4000人行ったぜ、つって。4000人おめでとうございます。多分言っていただいたと思うんですけども、その時彼は700人行くか行かないかぐらいだったのに、もうすでにおい300人行っとるやないけ。
言って、この数ヶ月も経たないうちに300人ですか、言ってね。こうやってね、後発に抜かれていくパテモソ。いや、私、実は他にチャンネルもありまして、そこでもそうなんです。もっと言うなら、私、2012年から動画投稿してるんですよ。ニコニコとかから。もう別チャンネルに関して言うならばね。いや、だけど、もう、後発勢にどんどん抜かれていく。あっちゅうまい。もう、この間始めたからっていう人はもう抜いてますもん。YouTube なんてね、すごいですよ。もう、れっきとして YouTuber になってますから。もう、私なんても変わらず、土臭い、泥臭い、庶民的なね、ひねくれたおっさんの動画を投稿してるんですけども、いやー、YouTuber、もうテレビの人ですかっていうぐらいのね、綺麗な画質、カメラアングル、そして、あたかも、ね、企業案件かのようなね、商品レビュー、素晴らしい。そういうことをやっぱね、YouTube のやり方があるのかなとか思いながらね。でもまあ、後発組、ポンポンと抜かれ。いやー、朝日さんにも抜かれる日が近いかもしれんな、ほらな。まあ、いいんですけどね。いいんですけど、アニマルに関して私ね、どのチャンネルよりも動画編集してるんですよ、これ。こう見えて。こんなにも何もね、適当に作ってる動画ですけども、どのチャンネルの動画よりも編集してるんです。アニマルチャンネルが。もう意気込みですよね。うん。このパテモソの意気込みが一番入っている。それなのに伸び悩んでる。悲しい。とっても悲しいです。はい。まあ人気が出たいとは思いませんけども、もうちょっと気にかけてください。はい。もうちょっとだけ気にかけてください。はい。まあ、というわけでね、まあ、アロアナもシルバーアロマ2匹ね、入ったんで、なんかそうだったんで、まあ2ヶ月後ぐらいにはここにね、入れるかなとは思う。2ヶ月ちょっとで、夏ぐらいにはね、ここにこのシルバーさんと混演させたい。もしくはブラックアロマの方で混演させるかもしれません。まあ、というわけでね、うだうだ言いましたけども。はい。そんな感じの僕です。というわけで、今回は、まあもう、なんかうだうだと、ちょっと心に思う、甘酸っぱい気持ち、そして切ない感じ、気持ち、語りました。というわけで、アニマルパテモソでした。アニモー